はい、マゴジの工房へようこそ。今日もね、それは第4回目っていうところで、前回やったのはここまでね、こうやってやりましたけど、さらに今回はほぼほぼもうちょっと形にしたいなというところで頑張っていきたいと思います。なんでね、尻尾のところ、この辺の細くしたりとか、で顔のとか顎下とかね、こういうふうなところとか、こうもっと丸く全体的な形っていうのを今日はもう作っちゃいたいなというところでやっていきます。じゃあ早速ね、また手元カメラの方に変えて削っていきます。もう今日はもうガシガシ削っていきますね。お口元、お口元、最終的にはね、ペーパーでやればいいんで、下顎とかどうなっとったかな。はい、ちょっと休憩します。はい、こんな感じです。まだまだ削りますよ、お顔。
はい、それでは今から今度はペーパーの方をかけていきたいと思います。先にね、ちょっと粗いやつ、60番これね、電動工具の方のペタッとね、貼っ付けてやるやつの粗いペーパーなんですけどね、サンダーの。それで先に全体を粗くペーパーかけたいと思います。なかなかいい感じになりましたよ。で、顔の方もね、なんかそれらしくちょっとなったかな。で、こういうふうなところ、この辺はね、まだもう少し手入れますよ。お顔はね、このおでことか、この辺はもう少し手入れていくつもりしてます。はい、これで1段階終了でね。この後はまあね、まだ顔を仕上げないかんのやけど、一回どっかでね、シンカーとかで一回ね、浮かせてみてっていうことをやるんで、先にバランス調整ね、ウェイト調整で、ウェイトをこれからこの中にね、入れてみようかなと。埋め込みでっていうのもちょっとやりたいんで、今一度ね、仮にこれで水吸わないような状態にして、一回ちょっとアイとかね、つけて、キャストフックはね、また後でもいいんですけど、一回その辺でね、テストして泳ぎを見てからでね、あとその後で今度はここはカットしてジョイントにするかどうかっていうのもちょっとやっていくんで、今後ね、またそういう風なので調整かけてから、こう最後のね、仕上げとか色はね、まだまだ後なんで、またね、あとこの辺のお顔とかちょっとね、まだホリホリしてちょっと手加えてね、もうちょっとリアルっぽく、しながらになります。まあね、これでちょっと第一段階の削り込みはだいたい終了かなというふうには思ってます。もうちょっとね、お顔をもうちょっとこう仕上げて、そしてそれから今度はバランス調整、ウェイト調整ですね。で、シンキングにするのかフローティングにするのかっていうところで、で、ね、あとはアイつけたりで、フックのね、フックポイントつけたりとかで、あと尻尾とかね、まだまだ時間はかかります。その辺はね、また今度一応形はこうやってある程度削り出しすることができたんで、また
分のね、そういうふうなところの工程をまとめて、ちょっと準備先にしてからお届けしたいと思います。はい、じゃあね、そんなんで無事の20センチのビッグベイト、はい、これで一応形は今回で第4回目にして完成しました。わーということで、また次回お目にかかりましょう。またまた続きます。バイバイ。じゃあチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いしますよ。バイバイ。